お疲れちゃん。またまたやるんちゃう。もうお疲れちゃんです、ラットです。ですね、もう時間ないから、はい。今日はですね、久しぶりの動画になるんですけど、最近忙しくてね、すごい動画出してなかったんで、でもさすがに新年じゃない、年越し前に最後に出したいなってことで、今日紹介するデッキはですね、こちらになります。はい。もうニュー外役デッキですね。ニューディガーっぽいロケじゃない、ディガーがないポイズンロケットのスペル削りデッキですね。前もスペル削りデッキっていうのがあったんですけど、最近ちょっと見なくなってたんですけど、またこれが復活ってわけで、少し型が違いまして、前はアイスイズトルネのディガー削りの、ポイズンとかロケットで削るデッキだったんですけど、今回は、ディガーがなくて、しかもアイスイズトルネではない形のハンターと、アイゴレが入った、ちょっとね、珍しいかな、初めて見る形だと思われるんですけど、今日はねこちらでやっていきたいと思いますので、このデッキが海外のとクロスボウ使いのエアサーファーっていう方がいるんですけど、その人がすごい作ったデッキで、なんかその人が実際に結構どれぐらいかな、多分グローバル1位が6700とか、多分そんぐらいの時に6500にこのデッキで到達してたのを多分ツイートしてたと思うんですよね。だから普通に今環境に、合ってる外役デッキでございます。はい。静かにしといてな。ってことで、今年はいろいろアリーナね、あ、ねえって話しかけたらよくない。本当に入ってこなくていいから、マジで入ってこなくていい。今のはミスった、俺がミスった。はい。そうね、あれだな、新年、今年のなんか、みんな今年の思い出とか多分動画で言うのかな、わかんないけど、焼き鳥とか絶対言うだろうなっていうのはわかるんですけど、今年はね、いろいろあったんですけどねって絶対言う、わかるんですけど、何があるかな、今年。なんかクララリーグのことしか全然思い出せないですね。よいしょ。あれですね、ちょいと前にクリスマスコロシアムの企画があったんですけど、見た方は見たかな、そのクラコロあるじゃないですか、毎週のドズさんの。でそれの、クリスマスバージョンで、なんかヒリアが、ヒリア対リア充みたいなやつで、その今回ドズさんが、リア充側のチャレンジャーってことで、その運営側みたいなの、防衛側が今回は焼き鳥とライキさんと誰やボンさんだったんだ、忘れてた。そうだったんですけど、その3人ね、勝てばクリスマスディズニーチケットっていうのでやらせてもらったんですけど、余裕でしたね。去年は剣通誰だったかな、ボンさん、ドズさん、そう、剣通ドンさん、ボンさん、ドズさんだったんですけど、去年結構危なかったんですけど、今年は余裕でしたね。プロ2人いたんですけど、って感じで、余裕で今年もディズニーペアチケットいただいたんで、行きたいと思いますね。よいしょ。ありがとうございますね、焼き鳥くん。ライクさん。そして、ボンジュール。ありがとうございます。よいしょ。何の動画やねんと思われそうな。よいしょ。ございますの動画。これ、トルネードがないけど、テスラがすげえ強い。OK。でスケあるからリクム受けれる。オッケー。相手ディガっぽいだ。あれのディガっぽい。これポイウッドで終わる。オッケー。上がったゲーム。さては強い。オッケー。でテスラで守れる。はい。そう、最近フリーズ系がすごい流行ってるかな。バルフリ、なんかドラドラのボーラーバルフリだったり、スケラか、それのスケラバージョンだったり。言うでそこか。その2種なんですけど、その2種が結構流行ってる。流行ってるけど、その2種に対して、このディガポイロケっていう形がすごい強い。
別にバルーンもロケットとかテスラで防衛できますし、スケラもポイズン防衛で、さらにアイゴレとなんだハンターとかでロケットもありますしね、最悪結構防衛できちゃうっていうデッキでございますね。で相手はこれは三子ですねだと思ったわ。三子が意外ときつい。前の外役デッキだと、あの何があったんかな、あのバルキリーとかあったんですけど、そこがないのが意外とねきつく感じる。まあ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 、まあ、だからしっかり削るんですけど、削れたエフィングをミスらないようにしないと一発で持ってかれちゃいますね。これあれアイゴレユーのロリババ多分ガゴムレとザップが、ザップがあるかな、多分ガゴムレと残りザップだと思うんですけどね。最近流行りのデッキですね、この三次子がめちゃくちゃ多い。集中しないと負けちゃうんで。オッケー。でこのタイミングで三子か。でこれは多分あれがないから。やばい。それ相手うまい。いない。いない。いない。最悪だ。痛い。まあ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 。こっからですね。相手ディガーがないんですよ。今ザップドロリバーのスペル2スペなんで。まあ、ザップでは削られちゃうんですけど、あれがないから、OK。このエリポンは惜しい。右側の裏に出されたら、あっちにのけたとか打つしかないんでね。結構苦しくなっちゃうんですけど。これ、そういうことない。やばい。まあ、これでは、ウッド削り。あ、待って、やばい。で、あれは、ロケットで壊した方がいいのかな。いや、削ろう。もう削りを優先していこう。あー、惜しい！あの犬のたまに出てきた時当たるんですけどね。これやばい。やばい。なんか全ては読まれてる。あ、待って、終わった。え、待って、やばい。やばい。やばい。あ、300。まだ参る、まだ参る。待って、テスラが反応してくれない、俺のテスラ。あ、じゃあセッパーで、あれはハンターで守るけど、多分ロリーババ転がってくる。いや、来ないか。オッケー、ウッドで。いいよ、いいボーイ。あー、また反応して、テスラー痛い、痛い。お、テスラが俺反応しないか。失するんかい。オッケー、いいよ。全然あるよ、全然あるよ。相手も削りに来てるから。ロケット2発が怖いな。あ、ロケットボーイしないとやばい、無理だ。あ、オッケー。いや守れるよ。ああー待って、いや耐える、耐えた。うわー、なんで今、なんで今ターゲット取ったように思えたんですけどね。やばい。まあ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 、初負けですね、この時。30子かな。待って、今、相手ガゴムにいなかった、あれ、アイゴリユーの工場、30子、エリポン、ルーブザップ、工場と、あれなんでだ、出さなかったのかな、チャットに見ますか。はい、ってなわけで、まあね、ラスト。新年迎える前にラスト勝っとかないとやばい。ラスト勝ち納めですね。よいしょ。ああ、また三十子やん。これロケット打っておいしい。このアーチャーでワンチャン。オッケー。これ多分ウッドでミリ残りかけど、まあね、まあテスラがあるんで。で、相手はギャングがあるけど、まあ、工場あるから、工場じゃない、テスラあるから、別に工場ギャング来ても、なんとかね、守れるんで。よいしょ。で、今度エリポン真ん中に置いてほしいんですけどね。
このアイゴリラ無視かワンチャンスケルトンで爆破ダメだけ許容したい、なくしたい。オッケー。はいはい、こっからですね。三重士がマジでしんどいな。三重士しかいない。三重士が多い。めちゃくちゃ多い。5にしようかなっていうぐらい。マジのガンメタみたいなとこある。オッケー。痛い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 。あのやりゴブどうした？あはやりゴブ。やりゴブが。はいはいはい。まあダメージ的にはそんななんだけど、相手のリガーが絶対入ってくるんでね。そこがしんどみ。よいしょ。はい。アイゴレ出す。で、スペルを。まあまあ、ポイズンでいいか。これはポイズンでいいですね。真ん中だとポイズン。で、右側にユニット固めるんですけど、左側。あ、もうロケット打っちゃう。ワンチャンどっちも狙える感を出していきましょう。よいしょ。さあ、こっからですね。相手のディガーが。厄介。待って、これ、ルート強制しないとやばい。やば。相手のおしゃれディガーが、おしゃれディガーがそんなにおしゃれじゃなかったっていう。よいしょー、OK! いいボーイ。で、守るんですけど、ただあれだな、相手のエルパン絶対壊せば、絶対壊せば大丈夫っぽい気がする。これ右側を、スケルトンと、OK。ああ、待って。それうまいけど、回転が早い、OK。しかも右側そんな削られてなかったから少しぐらい許容して OK!OK なんだけど、あとちょっとが削りきれない。切れない。一回ボメの子たち。で、2体の方にすぐポイズン落ちて。おお、美味しい！これめちゃくちゃ美味しくないですか？たまえてもロケットの存在も忘れてる。よいしょ。OK。で、ポイズンで、あれは最悪ウッドは打つ。いらないか。もう一回こういう真似して。うん、いや、真似じゃないか、別に。はい。もうね、彼女に触れてる余裕がない。相手が。これはまあ、三死来たら美味しいポイズンですね。これあれだ、もう最後、せめて、これ次のロケットで終わる。待って、これやんちゃしたかな。待って、お願い、最後絶対負けたくない。これを守れば勝ちなんですけど。今ちょっとシャシャって攻めすぎた感がある。いや、守れる。待って、これガゴメ追加しないで。オッケーオッケー、いいよ、勝った。はい、おじいじおじいじ。このデッキに負けるのは結構相手つらいやつ。グッドゲーム、オッケー、完璧ですね。よかったよかった、無事に勝てて良きですわ。はい。ということで、はい、しなくていい。しなくていい。はい、ということで、まあまあだな。その前、あ、迫撃ディガーとか、まあ、変なホグみたいなのに当たったんですけど、もう言うて小物剣には相性いいっちゃいいはずなんでね。よし、応援したいと思います。ね、フリーズ当たんなかったけど、フリーズとか多分ボコボコにできると思うんで、こちらのデッキね、ぜひ使ってみてください。というわけで、良いお年を。お疲れ様でした。